事故じゃないの？スラムは安全？子供たちに何かあったらどうしよう。ひどい。なかなか様になってきた。マリン父ちゃんお帰りなさい。ただいまおかえり。ああいい子にしてたか。うん、ティファと遊んでた。おー、そうか。よーしよしよしよし。お疲れ様。うん。それどうしたの？ああ。本物でしょ？珍しいね。意外だな。クラウドこんなことするんだ。5年ぶりだ。少しは変わるさ。え？バレットに話がある。うん、入って入って。マコールが爆発したんだよ。ずっとニュースばっかりなの。マリン、父ちゃん今夜はもうどこへも行かないから、テレビ消して念々しような。片付けが終わるまでマリンの相手してあげてて。俺が？もちろん。報酬の話はティファとしてくれ。会計担当だからよ。ああ。てめえ！バレット！マリンに何しやがった！知らない人とは喋っちゃダメって。え？偉いぞーマリン。父ちゃんとの約束忘れなかったな。偉い、偉いぞー。じゃあお休みの時間も守らないとな。いや、父ちゃんとお話しする。特別だぞ。あ、そうだ、ご飯食べる？
いや、報酬の話をしたい。ああ、そうだよね。あのね、クラウド、ちょっと…外で話そう。死んだ人はちゃんと星に帰れたかな。お金の話の前に聞く？この近所にね、アパートがあって部屋が空いてるんだ。しばらくそこに寝泊まりしない？大家さんが私たちの活動に好意的なの。家賃はタダ。ああ、助かるよ。じゃあこっち。上、どんな感じだった？まあ、混乱していたな。だよね。ごめんね、巻き込んで。軽率だったって反省してる。俺のことなら気にするな。これは仕事だ。うん、分かった。シンラを憎む気持ちも分かる。うん。